吉野に撮られたシーン、あれも立ち上がりで、あの撮られ方はマジで流れ悪くするんですよ。あれでコーナー撮られたじゃないですか。開始1分でコーナー撮られるって自分がやっぱ嫌なんで、あれは気をつけたい。でも、うん、もう無理だったら縦の健介くんのスピードに頼って前にボールを送ることにちょっとしようかなと思ってるんですけど、でもちょっとそこでの葛藤が、だったら俺使われてる意味ないのかなと思ったりとか、結構ねいろいろ考えちゃうんで俺。そこがね、サイドバック楽しいですかね。楽しいっすよ、めっちゃめっちゃ楽しいよ。深いてか、できないことがこれからどんどんできるようになっていくのってやっぱ楽しいよね。それは今すごい実感してます。小泉選手ユニ交換しましたか？しましたよ。写真撮ったんで、あの SNS に上げようと思います。明日上げようかな。じゃあもうね、あ、そう、それ全然触れてなかったけど、やっぱね、吉尾もそうだし、今だと、セレッソに徳間いたりとか、やっぱ育英の同期と試合するって、やっぱすごい特別だし、試合やってても楽しいし、で、今までありえないことにマッチアップしてるんですよ、俺がサイドバックやってるから。めちゃめちゃ楽しかったけど、めちゃめちゃうざかったっすね、やっぱね。なんかあの、一番最初のシーンとか、撮られたの あるじゃないですか、ほんと一番最初のプレーね。あれとか多分吉尾じゃなかったら取られてないんですよ。でも吉尾は分かってるから俺が何するか、マジで。だからマジでやりづらかった、本当に。うざいっすね吉尾。うまいしね、ボール受ける位置がマジでいいから、そこいてくれてると助かるっていうところに絶対顔出してくれるし、でボール失う回数少ないし運べるしね。でキックあるからね、両方。あのキックはね、行くん時もそうだったけどね、背後抜け出しやすいし、どこでも、どこでもっていうか自分のタイミングで抜けられるから、ずっと見てくれてるから、やっぱ両方足蹴れる選手ってそれはやっぱいいよね。どんな状況からでもパス出てくるから、マジでいいよ吉尾は。マジでいい選手。